僕は王様は、理論者から発売されている、寺村テルオの長編童話。続編と合わせて、王様シリーズの名で知られるため、投稿ではシリーズ全体を紹介する。児童文学ということもあり、正式な表記は王様ではない。挿絵については、特筆していない部分はすべて歌山静子によるが、本の形態が変わるたび、同じ話のために、 和歌山がほとんど毎回違う差し絵を書き直している。出版社については、特筆していないものは、理論者による。理論者以外の出版社から出た理由としては、理論者がシリーズとしてまとめる前に、各出版社で執筆したか、理論者の人気シリーズとなった後他社にライセンスされたか、どちらかである。デビュー後の寺村の作品は、しばらくの間、お世辞にも面白いと言えない、固いものだったが、 幼児のための童話集編集長の松井忠から二度も、没を喰らい、あなたが面白いと思うものを書いていいんですよの一言で、海岸。三度目はたった一晩の約2時間で、規定ページ数が5ページだったところを8ページまで、オーバーしつつ、ほとんど書き殴りだった。この、象の卵の卵焼きは、1959年に、母の友に掲載され、業界の全評判は、 大変悪かったが、一度出版された後はたちまち、子供の心をつかみ、以後寺村のライフワークとなった。この作品の誕生の瞬間を、壮大堂若い時代から、生涯の親友だった、大石誠は、寺村てるおという人が、なんと、妙な作品を書いたものだ。自分だけの鉱脈を掘り当てた作家は幸せであると、表している。どこかの国に住む、どこかの王様が主人公。 白や衣装は中世ヨーロッパ風だが昔話ではなく、テレビ、コンピューター、近代兵器なども登場する。国の中には町が二つ、村が三つある。この国には象やライオンがいるが、隣の国にはいない。この作品世界の雪は雲で作られるのでなく、ヤンコ星という星で作られる。ヤンコ星にもヤンコ星の王様がいる。作品の舞台が、 お城からいきなりアフリカに飛ぶことがよくある。これは寺村がアフリカ好きであるためで動物別ではライオンもよく出るがゾウの方が出番が多い。ある話の設定が別の話には用いられないなどその話限りの設定が用いられることが多い。エピソードにより長さが大きく異なるのも当シリーズの特徴である。本の体制によりページ数は 微妙に異なるが、一番長いのは、魔法使いのちょもちょもで、約200ページ。一番短い話では、約4ページである。また寺村は執筆中のページ数も把握しており、作品集として出すときに、きちんと計算していたという。王様のスケジュールはすべて、朝ごはんの時間、勉強の時間など、細かく割り当てられており、王様は、 いつも大臣にせかされて何とか毎日を暮らしている。そのスケジュールの知らせは、ラッパによる、テレレッテ、プルルップ、トロロット、タッター。当シリーズで最も有名な文言であり、寺村も独特の擬音には凝っていると語っていた。寺村の葬式でも和歌山が当時で読み上げている。他に、昼の鐘は、ジャランポ、ガランポ、ジャランポ、ガランポまたは、ゴワーン、ホロンホロンホロン。 夜のチャイムは、チャイム、チャーイム。兵士の出動時には、サイレンも鳴る。時計台はこの国の標準時となっており、時間を確認するには電話で聞く手間が必要。時計台が壊されると時間がわからない。国民全員は7時に起きねばならず、違反すると東獄。就寝は見張りの兵士を除き8時。時計台の中には、王様と大臣しか知らない。 秘密の宝物庫があるはずだったが、後のシリーズでは王様で持ち帰ったら、ダメと大臣が言っていた。池があり、外を流れる川と繋がっている。嘘と本当の宝石箱、モルト製の石では、ストーリー展開に、重要なアイテムが城に入ってくる原因となった。また電話もあり、隣の国と繋がっているが、ある時は電話機自体が、大臣の部屋とコックの厨房にしかなかったり、 別の話では王様の目前にあったりする。図書室もあり、何か調べるときに博士がよく使う。王様も調べ物をしたことがある。ただし、王様有名のひまわりで、また城の隣に、図書館が作られた。王様が大の卵好きであるため、鶏小屋もある。鶏小屋から、鶏やひよこが逃げ出して、王様を追っかけたり、別に不思議な出来事も起きていないのに、 王様が鶏と会話したこともある。この他城内に動物園もあり、国民も利用可能。カッコ内は声優及び突起。本作の主人公。年齢と姿は確かに王様だが、どう見ても子供としか思えないわがままぶりである。初期の前書きは、例えばどこのお家にもこんな王様が一人いるんですって、あ。誰かさんに そっくりと。この前書きで覗き込む王様の向こうが子供になっている挿絵を和歌山が描いたことがある。口癖は、わしは世界中で一番偉い王様だぞ、言うことを聞かないと、牢屋に入れるぞ。返事をするときは、あ、うん。第一シリーズ末期からは一認証が僕に変わるが、これは読者の質問、苦情や出版社の要望の影響である。卵は、 毎日食べるほど大好きだが、野菜が大嫌い。針より細い人参スナックを作れ、などと無茶な注文をすることもある。チーズも嫌いなようである。また何かするたびにチョコレートを一粒食べる癖があり、チョコレート工場がこれまで不当に食べたトラック三台分のチョコを回収していったことがある。パクパクとバタバタによると何でも多い方が好き。注射が嫌いなため、 病気になっても甘い飲み薬しか飲まない。勉強嫌いでもある。人形は俺が盗んだを、人形は俺が盗んだと書いたことがある。動物ではライオンなども猛獣だから怖いが、直接嫌がる筆頭はネズミ。ネズミのおしっこが入った卵焼きを食べてしまったり、駆除のために国で一番偉い猫を雇ったことがある。王冠には、 どんもやいだという世界に一つしかない宝石が付けられている。嘘と本当の宝石箱では嘘をしまっておける宝石箱を持っていた。車は運転できる。これは偽物万歳でオートバイの練習をさせられたため、本を読むときはメガネをかけるが忘れやすいので結局ほとんど使わない。秘密の宝として金の卵を持っている。特定の職業に憧れ。 大臣、わしもをやるぞとダダをこね、結局疲れるのでやめてしまうのは、第一シリーズによく見られたパターン。こうした話のサブタイトルは、大体、王様である。いつも城で暮らしているので、貨幣価値を知らず、サーカスやタクシーに料金が必要だということで、揉め事になったことがある。その反面、目玉焼きの化石で、隣の国の大臣からもらった100万円を、ポンと渡していた。 裁判は王様が行うことになっているが、王様が被疑者の場合は大臣に裁かれる。博士の作った薬により透明人間になったことが二度、ある。一度目は、透明人間の十字で、自らの意思により三十分。二度目は、魔法使いのちょもちょもで、魔法と科学の連鎖反応により、本人の意思と無関係に、優待離脱。二度目はなかなか戻れなかった。 両親は王様魔法ゲームの冒頭で少し触れられており、毎年正月の朝にしか会えず、兄弟姉妹が5人いるという。象の卵の卵焼きでは、ワンさん、ツーさん、ホーさんが登場したが、以後一人に。和歌山の挿絵では、白髪のおカッパ頭である。王様の面倒を見ているが、上記の通りの性格の人物であるだけに命令も、できないので、 いつもお願いを聞いてもらおうと苦労している存在。大臣の部屋は王様の部屋の隣。ただしこの部屋がコックや手のひらサイズの像のものになったことがある。結婚しており子供がいる。電話に出るのやめたによるとケーキが大嫌い。小さな王様シリーズでは直接出てくるだけでなく朝起きるシーンではテレビ画面に出ることもある。 王様のために毎日卵料理を作るため、食事のシーンが多いことから、大臣に次ぐ最重要レギュラー。ヒゲがないたは王様とそっくりの顔をしている。ただし後のシリーズでは、ヒゲがついたり、髪を後ろで縛るなど外見が変化した。自らバイクで材料の買い出しに出かけるくらい、城で一番運転が得意。顔立ちが似ているため、 王様の身代わりを務めたこともあったが、オートバイレースの時は思い上がって、本物の王様を追放してしまう。鶏が卵を産まなかったために卵料理が作れなく、なったり、王様の嫌いな野菜を食べてもらおうと細かく刻んだら、混ぜ込んだのを全部取り除いた上に数を数え上げられ、怒った王様に投獄されたこともある。料理人でありながら、大臣同様タバコを吸う。 城の隅に研究室を持ち、日夜研究に明け暮れている。本人及び王様曰く、世界一等が良いとのこと。作品設定が非現実であるためか、第一シリーズの初期から中盤にかけては出番がかなり多い。王様の無茶な要求や、無茶な要求によるとばっちりを何とかしたい大臣たちの依頼を受けるが、科学者ゆえの好奇心のためか、 依頼に対してはほとんど反発せずに発明してくれる。人間そっくりのロボットを作ったこともあるが、一体は作るけど二体以上は手間がかかるので嫌だとのこと。劇中最も困難と思われる発明は前日の透明人間になる薬で、調合に0 0年もかかる物質まで使い、3日間かけて作り出した。魔法使いのちょもちょもでは、 当初魔法を否定していたが、魔法のレンズでは魔法を科学として使っている。王様の理科の先生でもある。大臣と博士は、挿絵が和田誠から和歌山に交代した時も、基本的外見が受け継がれ、以後和歌山の絵では全シリーズを通して、外見が全く変わらなかった。朝の健康診断を担当。体調を崩すことも頻繁な王様に対し、 診断結果が少しでも悪いと注射をするため、やはり王様に敬遠されている。コックや博士同様、サイコさんレギュラーだが、和歌山の挿絵では、外見が頻繁に変わっている。勉強の時間に王様に勉強を教え、問題の答えを間違えると怒る怖い先生。エピソードによっては、教科別に先生がいる。近代兵器まで持っている軍隊であるにもかかわらず、 昔ながらのプレートメールのような鎧を着ている。隊長だけは髭空で貴族のような格好。約100人の兵隊たちと共に毎日お城を守っているはずであるが、嘘と本当の宝石箱によると一度も戦ったことがなく弱い。夜はみんなで酒を飲んで宴会モードになっている。王様の髪が伸びると散髪を担当。男性で結婚しているらしい。 散髪中に眠っていた王様が飛び起きたため、髭を剃り落としたことがあるが、見ていた夢がひどいものであったために、これくらいならとおとがめなしであった。消えた2ページでは大臣たちと共に重要なキャラの一人となった。象の卵の卵焼きの冒頭で誕生したことになっているが、以後、嘘と本当の宝石箱で、少し言及された以外は出番なし。 王様が結婚して授かった可能性もあるが、これを踏まえると、小さな王様シリーズの王様も王子であると言える可能性もある。王様びっくりからセミレギュラーとして登場。王様は淡い恋心を抱いているが、むしろ女友達に近い。目玉焼きの化石では一緒に活躍。王様海賊船ではさらわれてしまったため、王様が奪還に出かけ、 結局結婚することになった。差し絵の外見が第一シリーズでは、おとなしめ、第二シリーズではやや活動的に変更されている。主人公の王様とは、対照的にきちんとした王様で、隣の国のお姫様の兄にあたる。こちらの王様に対し、前述のどんもい間を狙って、軍事進行したり、優れた性能のオートバイができたときは、バイク競争を挑んできたりした。 また6つの金の卵の一つは、隣の国の王様にあげている。小人のサイズをした魔法使いで、年齢は28,972歳。ヘンゼルとグレーテルと世界観がつながっており、かまどで焼かれたおばあさん魔女は326,900歳だと、説明している。呪文は、ズーだら、ビーだら、ローズル、ローで、人に憎まれたら魔法使いとして一人前だという。 当初は魔法使いのチョモチョモのみのメインゲストだったが、王様魔法が大好きでなんと26年ぶりに再登場した。またその直前に王様魔法ゲームにもサラーマという魔女が登場。呪文もほとんど同じだが微妙に違う。ネーミングは長男が幼い頃自分の本名をうまく言えず、チョモと舐ったのが由来。第2シリーズのみの新レギュラーでなぜか皆城におり、 会議にも出てくる。レギュラーといっても警察署長が犯罪捜査に出てくる程度で、コックや博士ほどの活躍はしない。小さな王様シリーズに登場。演出の関係上、掃除のおばさんの次に出てくることが多い。小さな王様シリーズに登場。王様のクラスメート。ここで使用しているシリーズ名は、王様の本3。小さな王様シリーズ以外は便宜上つけたもので、 理論者やファンの慣例ではない。表題作のタイトルは、第1シリーズ審判以外はほとんど、言い回しが統一されており、区別しやすくなっている。カッコ内は、個々の短編の発表年月でなく、作品集としての発行年月。フォア文庫版は、第1シリーズ旧版、第2シリーズ、小さな王様シリーズの3シリーズを基本に作られているため、この3シリーズに対し、 表題作や収録形態が一部変更されているところのみ解説する。他の作家とともにアンソロジーとして収録されているケースは非常に多いので原則として略した。またそうした場合、作品名の表記がハート星の花、魔法使いのちょもちょもなど微妙に変更されることが多い。シリーズの初期は順序と発行年が揃っていないものがあるが、 これは長い年月をかけてシリーズが揃えられたためである。前日の象の卵の卵焼きが発表された後、これを読んだ今江義友が理論者初代社長の小宮山良平に掛け合い観光が実現する。続編を何本か収録し、第一シリーズ9版で最初の作品集として出版された。絵は初代画家の山中春が歳で他界してしまったため、 シンプルな直線が目立つ和田誠が担当、寺村の知人の教師の教え子にあたる。さらに初版ではこのシリーズは寺村以外もすべて、教師のみ、超新太だった。小宮山は、自社書籍の出版記念パーティーには出席しない、ポリシーだったが、当時としては極めて奇抜な内容の作品だったため、業界の批判に対してのフォローをする目的で、パーティーに出席したが、 幸運にも気有に終わった。この時、藤田玉緒は、この作品は不思議だ。読むと面白いが、閉じると忘れてしまう。しかしまた開くと、面白さが湧いてくると語っている。以降のシリーズに対し当たり巻きだけは、和田の挿絵が続いたが、旧版の末期造版から和歌山に交代している。象の卵の卵を焼きから、母の友に掲載シャボン玉の首飾りから、 日本児童文学に掲載嘘と本当の宝石箱から日本児童文学に掲載ザーカスに入った王様基本設定はほぼ固まっている。和歌山の挿絵はこの時が初めてでデッサンが異なる王様の髪の毛などベタが塗られていないといった違いがある。この小学生文庫版は旧版と比べ約2倍の厚さがあり後に旧版として作り直す際に王様万歳と 王様ロボットに分割された。フォア文庫版の表題作は当初人気エピソードであるおしゃべりな卵焼きを使ったが、表題作からシリーズ全体の一貫性がわかりにくいため、1998年版からは王様万歳おしゃべりな卵焼きに改められた。台湾でも台湾英文雑誌社から1995年に発売されている。 おしゃべりな卵焼き福音館書店版が書出。最も人気の高いエピソードの一つで、シングルカットやアニメ化の対象にもなっている。またラストシーンの小道具が、目玉焼きであるため、おしゃべりな目玉焼きという題名で出た本も存在する。木の上に、ベッドクジラのズボン菌の卵が6つある何でも欲しい。欲しがりやパクパクとバタバタ引く、アンソロジー、新編童話教室では、 パクパクとバタバタの話の台で収録。偽物万歳忘れた忘れんぼマイナスアンソロジー、読売童話では、王様の忘れんぼの台で収録。いいことないしょで一粒コロリチョコレート王様動物園、当たり巻きのエピソード収録の事情については、創作、SF 童話、ハート星の花と小学生文庫版を参照。何でもロボットヤンコ性の雪ガルメ星のドクモルト星の、 石ハート製の花透明人間の十字当たり巻きからはエピソードの大半が書き下ろしとなっている。王様びっくりから口述する王様のカラー童話のびっくりシャックりが初出。カレンダーは日曜日から王様のカラー童話が初出。卵がいっぱい誕生日のプレゼント悪い子になりたい。魔法のレンズ見てはいけない卵焼き王様名。 探偵算数の時間です秘密のフライパン鯉の登りの空目玉焼きの化石ネズミが大騒ぎ鯉の登りの空むくむくも小僧時計がぐるぐる王様でかけましょう、王様でかけましょうが初出。また1986年から1999年まで三村図書の小学2年生用教科書国語上に収録された王様探検隊王様レストランクジラの オムレツ卵を中心とした、寺村のエッセイ、王様の料理特本が初出。空を、飛んだトースト王様の食いしん坊トランプは、王様抜き王様パトロール涙の、ピッチョン王様消防隊夢の中で、夢王様タクシー以後のシリーズはすべて、本文中にカラーページを入れるなど、旧ハミよりカラフルになっている。1998年から1999年に、 ページ数を150ページ程度に減らして、収録作品を再構成した。表題作のタイトルが不統一なのはこの理由による。王様謎のピストル王様消えた指輪王様夢の、ひまわり王様スパイ事件王様裏内台あたり、王様なくした時間王様なぜなぜ、戦争王様大魔の手紙王様魔法ゲーム王様、魔女の秘密一冊一エピソードシリーズ。 書き下ろしと以前のシリーズからのシングルカット奏法から作られている。ストーリーはさらに簡素になり、童話でなく絵本に近い。またレギュラーキャラに1イコール大臣、2イコールコック、4イコール博士、算数の先生イコール天先生と名前が付き、ちょもちょもも再登場した。第一シリーズ旧版までしか出ていなかった頃、おしゃべりな卵焼き、僕は王様3以外にも、 シングルカットと書き下ろし双方から作られた絵本に近い形態の本が講談社から1971年から1972年に出ていた。和歌山の絵は比較的初期のため王様の服がガウンでなく小学生文庫版と同じズボンとタスキ掛けになっているのが特徴の一つ。絶版となったが2009年に理論者から王様の絵本として再販。 色と赤地カキが修正されている。象の卵の卵焼き偽物万歳カレンダーは、日曜日書き下ろしシャボン玉の、首飾りびっくりしゃっくりから書き下ろし2012年に、理論者で観光が開始された絵本シリーズ。王様名探偵卵がいっぱい王様レストラン、いつものヒゲの大人の王様でなく、小学校に通っており、どう見ても王子様である、小さな王様が主人公。 勉強嫌いで学校にも行かない王様がもし学校に行ったらという発想がこのシリーズのヒントになった。大臣など他のレギュラーのキャラシフトはそのままだが外見は全員変更されておりパラレルワールドと言える。一巻で懸垂式モノレールが開業したため城から学校まではモノレール通学になっている。発表実期としては第一シリーズ審判と重なるが キャラが違うため便宜上をこの位置にまとめた。腹ペコ王様太りすぎそっくり王様、王様に嘘つき王様犬をこうおりこう、王様落とし物寒がり、王様お化けの子悔しい王様骸骨事件忘れた、王様海の中約束王様誕生日慌てた、王様記者に乗る、間違い王様本になるその概要は漫画などと、比べても複雑を極める。 現版では判明している限りのバージョン違いについて、可能な限り作品発表順に挙げている。なお、寺村の死後著作権を引き継いだ長男が、次男と共に、これまでの仕事を調査しまとめる構想を表明したが、息子は著述業や出版とは関係ないサラリーマンであり、本業との兼ね合いなど、生活環境の都合もあって、構想は進んでいない。年に、 東映、A、V キッズシリーズとして DVD アニメ化された。登場キャラの絵柄や名前などの設定は僕は王様3に近い。ただし隣の国のお姫様は第一シリーズ9版に近いデザインとなっている。ちょもちょもが各エピソードの冒頭で狂言回しを務めるが劇中ではあまり関わらず少し魔法を使うだけ。また呪文はルーズ、ル、ローに変更されている。 スタッフ制作東北新社、東映ビデオアニメーション制作、日本アニメーション企画、竹本勝明監督、高木厚志脚本、上村沙羅キャラクターデザイン入りを悟る美術千葉、緑作曲、神尾健一音響監督、藤山ふさのぶエピソード各10分を DVD1 枚に収録。おしゃべりな卵焼き卵がいっぱい王様、タクシー誕生日のプレゼント2013年2月6日。 理論者公式サイトにてテレビアニメ化が発表され、同年4月より6月まで BS11 にて放送された。王様シリーズ初のテレビアニメ化。第7回以降の本編は再放送となり、7月から9月までは同時間帯でのリピート放送を行った。また、2018年より同局でアイウェオ様の再放送がプライムタイム中心に放送されている。 スタッフ監督、堀内隆史女監督、原田翔子キャラクターデザイナー、山崎真央作画監督、福江光恵音響監督、山田美ノル音楽、村松健ナレーション、荒井里美、超アニメーション制作グラフィニカ制作僕は王様、制作委員会2013主題価格はリスト第12話の、翌週は、愛上王様のうち、あから、沼で、 リピート放送第12話の翌週は同じく、ねから、んまでを一挙放送。放送局ラジオドラマ化されたほか、嘘と本当の宝石箱、サーカスに入った王様、偽物万歳、魔法使いのちょもちょもなどが舞台劇化されている。嘘と本当の宝石箱は寺村の地元である田なで、上演、7回の公演が全席満員になった。偽物万歳では、 前半の山場がオートバイレースだったが、劇ではこれを自転車に変更。舞台上で実際に自転車を乗り回した。AB、寺村テルオの王様シリーズテレビアニメ化のお知らせ。株式会社理論者。理論者。2013年2月6日閲覧。現時点では、あから、こまでのランダム放送となっている。ABCD 公式サイトでは、グラフィニカと表記。 ABCDF e 公式サイトでは、リリアファクトリーと表記、ありがとうございます。